こんにちは、プラレール商会の103期です。ということでね、今回はね、今回ね、ちょっと紹介する前にね、お詫び、毎日更新がちょっとね、できなくてね、ちょっとそこら辺はすいませんでした。ではね、今回ね、プラレールでね、またメルカリでゲットしたのでね、レア商品を見ていきたいと思います。ではね、開封していきます。ハサミです。ハサミで開けていきます。どうやらね、イオンの袋です。今回のね、プラレールはね、まあまあレアだと思います。開きにくいな。はい、開いてきました。何も今は見えません。開けていきます。ゴミなんだぽい。はい、ゴミをポイ捨ては進め、いけませんがね、部屋ということでね、ちょっと投げさせていただきました。ではね、この下にね、隠れているということで開けていきたいと思います。はい、では開けます。 3,2,1。 はい、どうですか。こんな感じです。今回ね、メルカリで入手したのはね、 JR 東海 N700系量産先行車 ZO 編成ですかね。でね、これちょっと限定のレア品だと思います。で、もう一つがね、こちらがね、またレアなところだと思うんですけど、東海道新幹線40周年記念スペシャルセットです。これね、すべて合わせて4500円でゲットいたしました。非常に嬉しいです。これね、ちょっとね、この100系だけね、なんか日焼けしてるんですけど、まあこれはね、写真から見てね、分かったんですけど。ではね、まずこちらのね、量産先行車からね、ちょっと見ていこうと思います。まず、箱ですね。箱。箱です。 N700系のね、イラストとね、マークがついております。で、これはね、なんか書いてあります。気になる方はね、ネットとかで調べてみてください。 N700系のね、紹介がいつも通りになっています。裏に行きます。はい、いつも通りね、電池の、入れ方とかが書いてあります。で、一番下がね、こんな感じです。新幹線がね、乗っております。見ろいえ、広がる青いレールと書いてあるんでね、まあまあ古い感じのやつですかね。でね、今は分かったんですかね。ここの方向マーク、よく見ると試運転です。ピントが合いません。これ試運転でした。はい、ではね。すいません、ね、開けていこうと思います。箱開けます。特にね、この箱はね、汚れとかね、
目立たない。外傷とかはありません。あれ、後ろが出てこない。出てきた。出てきました。はい。見えません。若干ね、ちょっと日焼けしてると思います。こちらがね、中古店でね、500円でゲットした N700系なんですけど、比べてちょっと黄色いかな。ちょっと日焼けしてます。まず先頭からね、見分けね、ここね、こっち側のね、量産先行車はね、ここが ZO って書いてるんですけど、今売ってるやつはね、N1 って書いてるんですね。はい。はい、先頭車です。ああ、落ちてしまいました。うるさいな。まあね、そこまで変わったことはないし、まあね、ゴムの劣化はちょっとしてるかな。うん、ちょっとしてますね。ね、じゃあドライバーでね、電池をね、入れていこうと思うんですけど、ドライバーどこにやったかな？ありました。ドライバーです。はい。では開けていきます。動作確認ね、多分大丈夫だと思うんですけど。ちなみに、液漏れはない感じです。見えません。ちょっと暗いな。電気つけよう。どうですかね。明るくなりましたかね。はい。見えないな、でも。電池入れていきます。電池です。入れていきます。入れました。多分走るはずです。あれ？あ、走りましたね。ちょっと電池がね、ちょっと残り少なくてね、ちょっと全然走らないですけど、問題なく動く感じです。ちょっと新品の電池で試してみようかな。新品の電池。新品の電池ね、入れていこうと思います。はい。走りました。OK です。問題なく走りましたね。はい。じゃあ、先頭車こんな感じです。次にね、中間車行こうと思います。パンタグラフがありますね。それ以外はね、そこまで変わった感じはないと思います。はい。中間車です。次にね、後部車行こうと思います。速度が速いな。N700系ですね。後部のね、ライトがついています。で、今ならね、ちょっと、ピント合うかもしれませんけど、ちょっとわかりにくいですが、これ ZO って書いてるんですね。ZO って書いてあります。N700系です。これが量産先行車の N700系でした。じゃあね、動画的にもね、10分ぐらい来たんで、一旦、量産先行車でこれ1台でね、この動画に1個でしようかなと思います。他のね、次の動画にもね、一緒にっていうか、まあ次の動画。の時に、次の動画で、あちら側のね、東海道新幹線スペシャルセットをね、紹介して、この線路ね、作ったんで、周り走らせていこうと思います。こんな感じで、でかい車庫ができたりね、いろんな感じなんで。じゃあ一旦新幹線、これはこれで、この動画にしようかなと思うんで、もう一旦終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。
ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、高評価のね、グッドボタンをお願いいたします。またね、他の動画もね、いろいろ出してるんでね、ぜひ見てもらえればと思います。ご視聴ありがとうございました。次のね、東海道新幹線スペシャルセットもね、見てもらえればと思います。ではね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。